いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は熱海市で超がつくほど有名なラーメン屋さんに来てみました。この日の天候はあいにくの雨だったのですが、雨だったことが逆に良かったのか、並んでる人も全然いなかったため、待ち時間なしですんなり入ることができ、ちょっとだけご機嫌の竹千代です。よろしくお願いします。さて今回お邪魔させていただくお店ですが、熱海市渚町にありますワンタン屋さんです。営業時間は11時30分から16時ですが、売り切れ次第終了となり、定休日は木曜日と金曜日となっております。駐車場はありませんので、車で来店の際は近くの有料駐車場に停めることになります。それでは行ってみましょう。お邪魔します。客席はカウンターが4席に2人用テーブルが3つの合計10名入店できます。続いてはメニューを見てみましょう。メニュー表はカウンターの上部にあり、右側からラーメン、ワンタン、もやしラーメン、ワンタン麺、もやしワンタン麺、チャーシュー麺、チャーシューワンタン、チャーシューワンタン麺、大盛りは200円です。ライス、半ライス、ビール、ノンアルコールビール、お酒、オレンジジュースです。ここからは夏季限定の冷やし中華そば、冷やし中華ワンタン、冷やし中華ワンタン麺です。あと卓上サービスなどは置いてないのですが、ここに記載されているものなら言えばもらうことができます。それでは注文も完了したので、料理の到着をお利口さんにして待ちます。チャーシューワンタン麺1500円です。昔ながらと言わんばかりのこのシンプルなビジュアルのラーメンも最近じゃなかなか見かけなくなりましたよね。このラーメンの具ですが、チャーシュー、メンマ、ネギ、ワンタンはチャーシューの下に隠れてます。そして麺は細麺ストレートとなっております。そして気になるスープですが、これも見た目通りあっさりしたタイプのスープ、あっさりしてるけど旨味があるといった感じです。人によっては飲み干しちゃうって方もいるんじゃないかな。それぐらいさらっと飲めちゃう感じです。そのままでも美味しいのですが、胡椒を入れるとキリッとしてさらに美味しくなりますよ。続いてはチャーシューです。脂身が少なく噛み応えのある肉肉しいチャーシューです。味がしっかりと染みており、本当に美味しいと言えるチャーシューだと思います。2種類用意されてるかは分かりませんが、こんな感じのチャーシューもありました。こっちは少し柔らかめで美味しかったです。続いてはこちらのお店の名前にもなっているワンタンです。あんは少なめですが、皮はつるっともちっとした感じで、口コミでも美味しいという書き込みが多いのも納得です。チャーシューワンタン麺のワンタンは5、6個入ってますが、ワンタン麺ではなくワンタンとして注文すると普通で12個、大盛りだと18個入っているようです。ワンタンをたくさん食べたい方にはワンタンを注文するのもありかもしれませんね。あとはメンマです。濃そうに見えますが、そんなことはなく、ちょうど良い味付けで美味しかったです。お値段は高めですが、いろいろとバランスの良いラーメンで美味しかったです。ただこのチャンネルを見てくれてる方の中には、そっちじゃないんだよな、冷やし中華の方が見たかったんだよなという方のために、後日再度熱海市にやってきました。この日は暑すぎるほどの快晴でした。ただ早く来すぎて開店までかなり時間があるので、開店10分前まで時間を潰していきたいと思います。で、開店10分前に戻ってきたら、なんと結構な開店間違えてびっくり。いや、この炎天下で2巡目まで待つのは結構きついぞと思いましたが、運よく1巡目に入ることができました。あまりの暑さにビールを注文というのは冗談で、ぜひとも知ってほしいものがあってビールを注文していました。まあこれも言い訳ですがね。その知ってほしいものとはこれです。ビールやお酒を注文するとついてくるちょっとしたおつまみのおしんことネギにチャーシューです。この炎天下の中、開店待ちをした後のビールは最高ですよね。機会があればぜひ食べてほしいおつまみです。もちろんおしんこも美味しいのですが、このタレのかかったネギとチャーシューが最高で、これ目的でお酒やビールを頼む人も絶対いると思うほど美味しいです。前置きがなくなってすみません。それではお疲れ様です。乾杯。これ本当メニュー化してくれたらいいのになぁと思います。ビール800円とお酒550円についてくるのは分かってますが、ノンアルコールビール350円にもついてくるのかは不明です。もしついてきたらコスパ最強だし、運転があってもこのおつまみを食べることができますもんね。誰か知っている方いたら教えてください。
冷やし中華ワンタン麺1600円です。この夏季限定の冷やし中華は好きで、夏の時期には必ずワンタン屋に行くというほどファンの多いメニューのようです。で、この冷やし中華のワンタン麺に入っている具材ですが、卵、きゅうり、チャーシュー、ワンタンに麺となっており、麺は先ほど同様細麺ストレートですが、冷水で締まったことで食感が強くなり、より美味しく感じます。続いてはワンタンです。麺同様冷たく締まったことで、つるっともちっとした食感がさらに強くなって本当に美味しいです。うどんやそばでコシが強い方が好みという方には、きっと冷やし中華の方がハマると思いますよ。冷やし中華のチャーシューは細切りになってます。食感強めのお肉と脂身のバランスに染み込んだ味付けがちょうどよく、きゅうり卵との相性も抜群です。あと、この冷やし中華の特徴ですが、パッと見て気づかれた方もいると思いますが、スープが多いことです。このスープはほんのりと甘くなっており、ラーメン同様全部飲み干すことを想定して作ってるんですかね。それぐらい美味しくてさらっと飲めちゃいます。もう少し酸味が欲しいという方は、店員さんに言えばお酢がもらえるので、途中で味変するのもありですね。今回は熱海市渚町にありますワンタン屋さんにお邪魔させていただきました。地元の方で何十年も通われている方や、東京からワンタン屋さん目的で来店される方など、幅広い客層に愛されているお店だと思います。通常メニューのラーメンもあっさりして美味しいのですが、夏季限定の冷やし中華は他にはない感じの味で、夏になるとこちらに来て食べたくなる気持ちも納得です。あと、定休日ですが、毎週木曜日と金曜日以外にも不定休があるようで、不定休日は店内で案内されているようです。今回食べたチャーシューワンタン麺はあっさり系で美味しく、ビールについてくるちょっとしたおつまみも最高で、冷やし中華ワンタン麺は麺とワンタンの食感に甘いスープが癖になる味わいでした。機会があればぜひ食べてみてください。あと、並ぶのが苦手な方は14時過ぎぐらいに行くことをお勧めいたします。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか、面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。